拡大写真フランスのモンスニ峠付近の緑色変顔秩父、長泥渓谷の岩畳は、南側編成帯の緑色変顔である。緑石変岩の一種、緑泥石変岩。緑色変顔は変成岩の一種で、結晶変顔の一つ。緑色変顔という語は、岩石学や鉱物学の観点で厳密に用いられる場合と、やや広い意味で用いられる場合がある。 特に日本では後者の用法が見られる。玄武岩に代表される日、ナリーワなどが比較的に低温、低圧のもとで広域編成作用を受けて生成されたもので、編成岩としては編成度合いが小さいものである。豊富に含む緑色の成分と発達した面状構造が見せる縞模様によって外観が美しいとされ、日本では庭石などに愛好されている。 成分などに着目した場合、緑色変顔固有の特徴というものは、ほとんどない。緑色変顔の元になるのは、主に塩基性が50%程度や、区鉄質の非なりには、業界岩や、形質体積岩である。この他にも、泥岩や砂岩からできたものも発見されている。これらの源の岩が、比較的低温、低圧の環境下で、広域編成作用により生成される。 一般的には、その温度は、摂取摂取200度ないし摂取300度から摂取450度、圧力が2キロバールから10キロバールとされている。本来の岩石学における厳密な定義としては、変成岩研究の第一人者であるペンティエリス、エスコラの提唱に基づき、低温、中圧から高圧の環境を、緑色変岩層といい、その緑色変岩層のもで生成されたものを、 緑色変顔と呼ぶことになっている。が、必ずしもこの条件下で緑色の結晶変顔になるというわけでもないし、緑色に見える結晶変顔が常にこの緑色変顔層で生成されるというわけでもない。そのため、特に日本では緑色に見える結晶変顔を通称として緑色変顔と呼ぶことがある。基本的には広域編成作用によって、 再結晶作用が進み、鱗状、盤状に結晶が配列して、ヘンリと呼ばれる、面状構造となる。この変成作用があまり進まない場合には、結晶、ヘンリが少なく、これを、緑色岩と呼ぶこともある。逆に、変成を受ける、再の圧力が高かった場合など、変成作用が進行すると、緑線石や、愛線、石、ローソン石を含むようになる。 競技の緑色変顔にはこれらは含まないことになっていて、これらを含むものは青色変顔といって区別することになっているのだが、通称としてはこれらも緑色変顔に含む用法もある。緑色の外観をもたらす主成分は緑泥石、蛇紋石、緑、スダレイシである。変理構造を作る主成分は白キララである。典型的な緑色変顔は、 これらを豊富に含んでいる。この他の主な成分としては、石英、象徴石、活石、炭酸塩鉱物、核栓石、緑線、石が挙げられる。パンペリー石、早徴石も含まれる。パンペリー石が含まれるのは編成の度合いが低い場合である。源の岩が石灰質の場合には、崩壊石の割合が増える。前述のように、 編成時の圧力が高かった場合には愛染石や、ローソン石を含有する場合があり、そうなると競技には、緑色変顔とは分類できないが、抗議にはこれらも緑色変顔と呼称される。また、編成度が低く緑泥石の割合が高い場合は、緑泥変顔とも呼ばれる。南側編成体の模式地、南側の三波国日本では、南側編成体、三軍編成体、 阿ブク編成体の低温部に広く分布する。中央構造線の南側を東西に走る南側編成体は、中部地方、近畿地方、四国地方を横切り九州の佐賀県まで横たわる編成岩体で、主に黒色変岩と緑色変岩からなる結晶変岩に富む。これらの地域では緑色変岩の外観的美しさから名石とされ、庭石などに珍重されてきた。 例を挙げると、南側編成体の模式地である、群馬県の南石埼玉県の秩父成績などがあるが、いずれも枯渇により現在は採掘が禁じられている。他に、徳島県の阿波成績、伊予成績など、緑色変岩はヨーロッパでは、石符の材料として用いられてきた。その生産地は、このタイプの石符が見つかる模式地の地名をとって、 ラングデール式斧工場と呼ばれている。セルト北米では、先住民族であるインディアンは、結晶変顔を用いて、石符や、セルトと呼ばれる道具を作っていた。セルトは、斧や、く金に似た道具で、実用品としてだけでなく、装飾品としても用いられていた。ウッドランド期の中期には、緑色変顔は、ホープウェル文明の中で盛んに交易の対象として、 取引され、数千キロメートル離れた場所からも、時々見つかっている。ミシシッピ文化機には、モードビル遺跡に存在していた勢力が、緑色変顔の流通を支配していた。緑色の変顔ではなく、緑色変顔で一語である。ただし、緑色岩という語は、岩石学の黎明期に、ドイツで緑色の岩石を広く指すために使われた語で、後に、 岩石の成分に着目した分類が広く使われるようになったために今では岩石学では緑色岩という語はあまり使われない。南川の名称は模式地である群馬県南関ラ群を流れる南川の渓谷に由来する。現地では南石が結晶変岩の典型として知られている。ありがとうございます。